ネルソン・フレイジャー・ジュニアは、アメリカ合衆国のプロレスラー。テネシー州メンフィス出身のアフリカ系アメリカ人。WWE では、メイブル、ビセラ、ビッグダディ V、全日本プロレスでは、ビッグダディ、ビッグダディブードゥなどのリングネームで活躍した。1991年、ジェリー・ジャレットとジェリー・ローラーが主催していた地元、メンフィスのアスワでデビュー。 ネルソン・ナイトのリングネームを名乗り、ボビー・ナイトこと、ロバート・ホーンとの黒人タッグチーム、ザ・ハーレム・ナイツで活躍、ジェフ・ジャレットビッグ、ボスマンやザ・ムーン・ドックスなどと構想を展開した。1993年よりホーンと共に、WWF と契約。ホーンは、もう、自身は、メーブルと名乗り、ラップ担当のオスカーをマネージャーに加えた、ヒップホップ系。 ユニット、メインオンナミッションを結成。リング上でラップを踊るベビーフェイス軍団として、子供たちの人気を集め、1994年3月29日には、ジャックとピエールのザ・ケベッカーズを破り、WWE 世界タッグ王座を獲得した。1995年にもとともに、ヒールに転校し、6月25日のキング・オブ・ザ・リング優勝を機にキング・メイブルと改名。 8月27日のサマースラムでは、ディーゼルの WWF 世界ヘビー級王座に挑戦するなど、トップヒールとして活躍した。1996年の WWF 離脱後は、プエルトリコの WWC や MCW などで活動。WWC では、カルロスコロンを下し、ユニバーサルヘビー級王者となるが、アブドーラザ・ブッチャーに敗れて王座から陥落した。 1999年に WWF と再契約し、ビセラのリングネームデジ・アンダーテイカー率いる暗黒軍団ミニストリー・オブ・ダークネスのメンバーとなる。2000年4月2日には、タズからハードコア王座をダッシュするも、力士戦での怪我で同月に解雇され、その後はティネなどを転戦した。2004年より WWE に復帰し、同時期に再契約を交わしたギャングレルと共に、 9月16日のスマックダウンに登場。当時の WWE 王者 JBL を攻撃するミニストリー時代の主君、アンダーテイカーを吸収した。しかしこのアングルは長続きせず、ビゼラはローに移籍した後ベビーフェイスに転向し、しばらくはミッドカードを中心に戦う。その後、ナイトガウンとパジャマに身を包み、女性を引きつけるラブマシーンギミックのキャラクターに変身。 リングアナウンサーのリリアン・ガルシアとの恋愛ストーリーが組まれる。最初は嫌がっていたリリアンも最終的にはリング上でキスを交わすほどの中にまで発展。しかしザゴッド・ファーザーが連れてきた方にビセラが惚れてしまい恋愛ストーリーは終結を迎えた。2006年にはバルビーナスとタッグを組み入場テーマもその様子とはミスマッチな曲に変更。たまたま チャーリー・ハースが入場シーンでリリアン・ガルシアにぶつかり怪我を負わせてしまったことにより過去の恋愛関係を引きずっていたビセラが構想相手に抜擢されたが二人揃ってリリアンに振られる形で構想を終える2007年に ECW へ移籍しヒールターンしてビッグダディ V のリングネームで活動かつてのワンマン・ニャングやバンバン・ビザロなど 肥満体の重量級選手は、見栄えの悪いボディを隠すために T シャツなどのコスチュームを身にまとったまま試合をする場合が多く、メーブルやビセラも同様だったが、ビッグダディブイは、その肥大化した上半身をさらけ出し、長距間ヒールの迫力を調整。同年12月16日のアルマゲドンでは、スマックダウン所属のマーク・ヘンリーと0.5トンタックを組み、CM パンクケインに勝利、 圧倒的な存在感を見せつけた。2008年2月17日のノーウェイアウトでは、レッスルマニアでの世界ヘビー級王座挑戦権をかけた、エリミネーションチェンバーマッチに出場するなど活躍をする、ものの、ウェイトダウンのための欠場後、復帰をしないまま同年8月に、WWE を解雇された。その後は、キング V を、リングネームに、インディ団体の NWA に参戦。 リトルグイドーや、ボールズマホーニーとユニットを結成した。2010年、全日本プロレスに来日し、ビッグダディブードゥーの名で、ブードゥマーダーズに加入。タルトのタッグで、アケボノハマリョータから、アジアタッグ王座を奪取した。ブードゥマーダーズ解散後は、ビッグ、ダディと解消。同じブードゥマーダーズのメンバーであった、ジョードーリングとタッグチームを結成するなどして、活動した。 2014年2月18日、心臓発作のため死去。ありがとうございます。